警告、注意事項をよく読んでほしい。君と私との約束だよ。約束を守らぬ者は床磨きだ。皆さん、ジェスティリア、お久しぶり。メインパーソナリティの普通の転属、ミクリオです。そして、メインパーソナリティの一流転属、エドナよ。うつすかちなし、動画の作者レンクヤ君です。同じくうつすかちなし、姫騎士、アリーシャビフダだ。さりげない自白やめようよ、アリーシャ。いや、半ばあなたが原因なんじゃないですか、ミクリオ様。なんで？もういいです。さて、今日は先に言うけれど、ゲストはいません。あら、なんで、ついに予算が尽きて呼べないとか、前回みたいにスケジュールが合わなかったとか、そういう感じかしら。いや、僕に言われても困るんだけど。どうなのよ、その辺。予算がなくて呼べなかったとか、立ち絵が間に合わなかったとか、面倒くさかったとか、死にたくなったとか、そういう理由ではないから安心して。そのどれかなんだな。この番組は、テイルズとポケモンをより深く知るための番組よ。テイルズを知らない僕も、ポケモンを知らないあなたも、最後まで付き合ってくれると嬉しいわよ、多少は。そして今日はなんと、新コーナーもあるんだ。説明はおいおいにするとして、今日も張り切ってタイトルコール、行ってみよう。テイルズリング、メガリンカ。この番組は、ご覧の対戦者の方々の提供で、お送りいたします。悔い改めて、じゃない？改めましてジェスティリア、メインパーソナリティのミクリオです。メインパーソナリティの、グランドガール、エドナよ。この番組は、テイルズとポケモンをより深く。ってさっきも言ったので省略しておきますが、この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。いつも見ていただいてる方も、初めて見た方も、最後までお付き合いください。さて、今日はゲストがいないので、レート1760を目指せも、ミボがやる予定だから。まさかゲストがいないたびに僕がやる感じ。そうよ、感謝なさい。それは非常に困る。前回まで散々、ゲストをいじめにいじめてたから、これが、因果応報ですね。せいぜいやがいてください、ミクリオ様。ぐぬぬ。ところで今日はなんでまたアリーシャがスタジオ内にいるんだい？いやー、アリーシャ出してほしい、遠い声が多かったんで、立ち絵はないけどレギュラー化することにしました。完全に私の気分だね。アリーシャ、ぼっちだからきっと寂しがってると思う。ちょ、アリーシャさん、やめ。あれは痛そうね。頭の中身が見えかけてるわ。いや、冷静に実況しなくていいよ。ところで、テイルズ・オブ・フェスティバル2015が、6月6日、6月7日に開催されましたね。僕の CV を担当した、大阪良太さんも出演しましたよ。私の CV 担当、福縁美里さんも出演してたわよ。そして、フェスティバル恒例の事前物販、今年はラピードパーカーやユリウスのメガネなどがあり、作者もラピードパーカーだけは、と思って、買いませんでした。買えないとは情けないな。ジェスティリアは残念なことになったけど、これからもテイルズ・オブシリーズをどうかよろしくお願いね。バンナムのことが嫌いになっても、テイルズ歴代キャラは嫌いにならないで、ただし、アルベルト、てめえはダメだ。あとは、人気投票かな。ビバテイルズ・オブ・デスティリアマガジンにて、僕が1位に輝いたんだ。ちなみに私は3位よ。女性1位なんて、やっぱりテイルズ・クラスターはロリコンってことね。あ、ちなみに私は4位だったぞ。女性2位だなんて、みんな見る目があるな。あと、突っ込みたいのは、戦闘で操作してみたいキャラランキングでのコメントに、踏んでください。って何よ。バカなの。そりゃ猛烈なファンだな。というか、いつの話ですか。もうテイルズリングメガ進化が始まった日に発表された情報ですよ。時代遅れにも程がありますよ。知らない人もいるはずだから一応ね。さて、そろそろ次のコーナーに行ってみましょうか。次のコーナーは新コーナーです。予習。復習。テイルズオブ。はい、このコーナーは、前回までのこの動画の流れでは、どうもキプレイ向けの要素がかなり多かったので、テイルズをより深く知ってもらえなかったのではないか、と作者が思って、ならばより深く知ってもらおうと、発売順にテイルズオブシリーズを紹介していくコーナーです。確かに前回まではポケモンとテイルズを知ってる人しか理解できない要素しかなかったものね。まあ、このコーナーを通して、テイルズを知らない方も、興味を持っていただければという、そういうことだね。ジェスティリアで絶望してしまった人も、ジェスティリアでテイルズが大好きになった人も、見ていってほしいわね。では、まずこの作品から紹介していくよ。テイルズ・オブシリーズ、記念すべき第1作目、テイルズ・オブ・ファンタジア。初登場したのはスーパーファミコン全盛の時期。オープニングに歌付き、声優による声付き、格闘ゲームに近いリニアモーションバトルシステムや 48MB という当時最大級の容量などを売りにして満を持して発売されるも、同時期に発売されたドラゴンクエスト6などに押され、影に埋もれる形になり当初の知名度はお世辞にも高いとは言えなかった。しかし、口コミで次第に評判が高まり、一部ではプレミア価格で取引され、攻略本もロングヒットとなり、ついには発売後1年を経て生産再開という異例の事態を招いた。今でもファンに愛されてる、今年20周年を迎える作品だね。デザインもシンプルで余計なものが一切ない。そんな感じだわ。派生作品として、テイルズ・オブ・ファンタジア、なりきりダンジョン、テイルズ・オブ・ファンタジア、なりきりダンジョンクロス、テイルズ・オブ・ザ・ワールド、サモナーズ・リメージ、その他、外伝小説、OVA などがありました。ちなみに、後のテイルズ・オブ・シンフォニアは、ファンタジアの過去の世界の話と吉住Pがおっしゃってました。
オープニング映像は、スーパーファミコン版と、プレイステーション版は全く違うんだよ。エドナ、ストーリーは、主人公クレス・アルベインと、その親友チェスター・バークライトが村の南へ狩りへ出かけていった。狩りの途中、警鐘の音が響き、村へ戻ると。この後はプレイしてみてね。ちなみに余談だけど、ファンタジアはもともと、開発人のウルフチームが、テイルファンタジア、の題名で企画していたものだったらしいわよ。詳しいことは、テイルズ・オブ・用語辞典、テイルファンタジアで検索してみるといいと思うの。では、そろそろ次のコーナーへ行きましょうか。毎度恒例のあのコーナーです。レート1760を目指せ。はい、このコーナーは、レート1760を目指していくというコーナーです。レート1765に近づけばご褒美を、遠ざかれば罰ゲームだよんっていう。ちなみに、レグレーションが更新されたから、また1500から始まるわよ。1500より高くなれば、ノルマ達成よ。あれ、今回はご褒美がないのかい？余ったれないで、そんなものはないわ。ガーン。では、今回挑戦してもらうパーティを紹介するわよ。今回はこのパーティで1760を目指してもらうわよ。もうちょっと詳しく知りたいな。任せなさい、この私が教えてあげるわ。まずはクレス、アルベイン。テイルズ・オブ・ファンタジアの主人公にして、勇敢な狩猟バカ、次元弾とか空間焦点にとか使うんで、リアルガにしようと思ったけど、レートには参加できないのでギャロップにしました。続いてミント、アドネード。ハイパーボイスではなく、なぜムーンフォースかというと、火力重視してしまったからよ。この火力重視で後に試合を大きく左右するとは夢に思うまい。チェスター、バークライト。色とスナイパーで選びました。急所をぶち抜くわよ。でも、素早さが足りないのが玉に傷。アーチェ、クライネモ。中の人ネタエモ。電気対策にして、電気タイプに対してやることがないからやっぱり弱いエモ。でもクラースに並んで選出率が高いエモ。クラース、F、レスター。詳しいことは前回を参照してくれると助かるわ。29歳おっさんとか言われてるけど、29歳はおっさんじゃないわ。お兄さんよ。って言ってたわ。最後は藤林鈴。幼い頃からの狩猟で、感情を表に出すことが苦手なくの一よ。なので技も忍者っぽくしてみました。なるほど、よくわかったよ。じゃあ、早速対戦に行ってみようか。それではさとしさん、よろしくお願いします。ミクリオ、普通の水の転属、行きます。ダサいですね、ダサいわね、ですよねー。今回はなかなか手強そうなパーティだな。今回もじゃないの。今回は初めてなんだぞ。今までいじめにいじめてたのに、ゲスト様を。エドナだっていじめてただろ。あら、そんなことしてないわよねー、アリーシャ。ねえ。女子が団結してる。だと。ところで、アリーシャ、作者はどこに行ったの？骨ごとハンバーグにして豚の餌にしました。ちょ、作者の扱いがひどすぎるよ。だって、邪魔だったじゃないですか。ねえ、エドナ様、ねえ。いやいやいや、なんなんだ僕の扱い以上にひどすぎるだろ。でもミボ、作者とラティアスどっちが大事かって言われたら。ラティアスだろ。でしょ？いや、違うって、比較するものが全然違うって。じゃあ、ライラを叩くコメントと、作者の動画、どっちがどうでもいいかしら。作者の動画かな。でしょ？いやいや、待て待て、だから、そういう意味じゃ。質問変えますよ、バルトロ大臣と作者、どっちがどうでもいいですか？作者かな。やっぱりどうでもいいんですね。いや、でも、少しくらい誰かフォローに回ってやれよ。フォローするところなんてないわよ。なんでだ、いや、ちょっとくらいあるだろ。例えば、なあ、私の扱い、ひどくね、っていうか、選出決めろよ。それは、後で編集で入れておいて。それでは、お手合わせ願おう。この試合で私の騎士道は、完成する。てやめろ、僕の意思じゃない、僕が読みたかったセリフじゃない。いい対面だけど、全然良くない対面。意味あり、それは、矛盾してますよ。意味あり、じゃあ、ボルトチェンジで変えればいいじゃない。でも確か、ランドロス。でもこっちは水が2体もいるわけで、相手が選出する可能性は低くないか。そうですね、相手の考えを読み込むならば、月光側要注意と踏み込んで、ナットレイを選出させている可能性はかなり高いです。つまり、次に相手はナットレイを交代させるでしょう。これ確定。じゃあそれでいいや。じゃあ、それでいい。逆に、ランドロスが来てるならば、むしろ好都合でしょ。メタローぶっこんでやろう。そんな簡単でどうするの？というか、アリーシャの説明の途中でもう決めてるじゃない。あなたはバカなの？死ぬの？死ぬなら装備してるブット防具いるから、返却を希望するわ。ありげなく恐ろしいこと言うなよ。エドナ様、ミクリオ様がいないと、回復薬とおやつ作り担当がいませんよ。やっぱり生きて、ミボ。何この不遇。仲間かな？ミクリオくんは仲間かな？お前の世界に僕を巻き込むな。ひどいよ。でも、後半はエドナが回復薬だよね。いやよ、面倒くさい。一人回復させるのにどのくらいの労力がいると思ってるの。面倒くさがっては得るものも得られませんよ。エドナ様、それは私の名前をかけてる。何の話ですか？やっぱり引っ込めたか。ほらほら、私の読み通りですよ。ここまでテンプレだわ。次のターンからが勝負よ。では、ボルトチェンジで交代させていただきます。やっちゃいました。違うだろ。誰と交代するのかしら。まあ、ここはクレスでしょう。ここで間違えてミントと交代しちゃったってことは。大丈夫、僕がそんなミスするわけ。
ないよ。ふーん、こらそこ、どうでもいいって顔やめろよ。正直、また交代されますよ。ここでちょっと勝負をしてみようと思う。何が始まるんです？チップは1ターン、あの技で、私の騎士丼は、完成する。来てさんかな。でもさすがに1回目で当たるわけないだろうな。当たらなかったら、不利になるわよ。こっち。切り裂け！あら、外れたわね。次にチャンスがあれば。とりあえず、この試合でもう足手まといになるようなポケモンを、犠牲にすればいいのよ。すればいいのよ。すればいいのよ。そうだね。そうだねって。ここでハイドロポンプを受けます。はい。残ります。はい。実はやることも、受けれるやつも、いないんだよね。ミントさんは、HP1 も無駄にできないんで、無傷で出したい。でもラティアス。無傷で出したい。は、はい。もう交代しないだろうけど、ほっぺスルスルで。ほっぺスルスル、スリスリじゃないんですか。間違えたんだよ。やっぱり無駄だったわね。ほっぺスルスル。そうですね。消し飛びやがれ。次のターンが勝負だ。次のターン失敗したら、このラジオ、最終回な。勝手に決めんなよ。でもそこまで大口叩くんなら、失敗したらこのラジオ、今日で打ち切りね。なんでだよー。この技で、私の騎士道、完成する。切り裂け。ふこの戦い、我が記憶に刻み込む。絶対今のがやりたかっただけでしょ。あら、バレた。なんか今日は BGM もアトリエフリーズばかりだもんな。以前、ロロナのアトリエの 3DS 版が発売されたんだし、みんなにもっとアトリエシリーズの BGM をもっと知ってもらいたいんだよ。わかるかな、ミクリオくん、アンダースタン。うざ。フリーはいらないかな。そうね、ガブリアスのサメ肌をトレースしちゃったくらいいらないわ。もっと強い力を、怒りを、見せてみろ。メガラティアスだ。誰かが言ってたけど、メガラキ兄弟って、機械回しよね。そんなわけないじゃないですか。天下の任天堂様ですよ。機械回しなんかするわけないじゃないですか。天下の任天堂様ですよ。機械回しなんかするわけないじゃないですか。大事なことなので2回言いました。そんなことより、相手様はハイパーボイスが怖くないのか。え、ただ単に、交代を呼んだだけでは。でもハイパーボイスなんかないんですけどね。発射の無能、なんでや。お面の人だと笑わせるな。さて、これで耐久も上がったので、身代わりを潰しにかかろう。デジャブかな？私この光景をどこかの動画で見たことあるのよね。バカだな、作者は。そんな身代わりをしたメガラティアスに瞑想ガン積みされてこっちは何もできなくて負けちゃった。デヘベロ。なんてされたどっかの実況者さんなんているわけないじゃないですか、やだ。ミクリオ様、あなたは知りすぎているようですね。後でスタジオ裏でお話ししましょう。え？さて、ここからが勝負よ。壮大な読み合いが始まるわ。え、そうなの？バカね、前フリオ。このくらいしないと、盛り上がらないじゃない。そうですよ、ミクリオ様。ちんたらやってんなよ、です。また僕に飛び火しちゃってる。こいつは面白くなってきやがった。何が面白いの？この読み合いで負けた方が不利になる。そういうことよ。は、はぁ、例えるなら、道端で知らない人と対面して、右に行こうとしたら相手の人も左足を出して、左に行こうとしたら相手の人も右足を出して、お互い全く動けない状態だよ。あるあるだけどねーよ。ねえ、ねえよ。そっか、私だけだったのかな？いや、しょぼくれられても。全然関係ない話していい？会話の内容によるけど、割とどうでもいい話なんだけどね。次回、テイルズリング、ネガ進化、最終回です。ワンクールもやってないけど大丈夫なの？もう疲れたんだ。何もかも。そんなんでこの先やっていけるのか。本当にそう思う。ダメですよ、私みたいなこと言ってたら。本当にそう思います。張り合いがないわね。じゃあ次回以降何するんだい？生声実況とか、生声実況とか、生声実況とか？はぁ、僕らお役御免ですか？はぁ、っていうのは冗談で、正直ネタがマンネリしてるから、マンネリしないように別のゲームやろう？的な、例えば、テイルズ実況とかさ、ゼルダの伝説とかさ、ポケモンコロシアムとかさ、威嚇祭ゲームとか、スプラトゥーンですよ、スプラトゥーンとかさ、まだ持ってないけど、いや、イカちゃん、新しいわね、冗談だって、でもまた飽きるんでしょ？ブレイブルーもやりたい。格ゲー下手なくてによく言うわ。はいですね。とりあえず、次回は最終回です。次回、私がまたゲストですよ。またなの、何か都合でも、また作者の仕事が増えるじゃない。知りません。ぶった切られた。なので、とりあえず、いっぱい人がいろんなこと喋れます。アリーシャタンがいっぱいいろんなこと喋るって聞いたので、スレイタンと一緒にラブラブーとかできたらいいなとか思ってます。好き。アリーシャタン、はいでしゅ。アリーシャタンは、スレイタンと一緒にラブラブするでしゅ。スレイタンと一緒なら、こんなクソラジオでも、やっていけるでしゅ。さりげなくディスったね。やだな、そんな怖い顔しなくてもいいじゃないか。お前らもうちょっと静かにしてくれませんかね。今本番中だぞ。本番って何ですか？お前ら。
死ねよ。はい、ミクリオちゃんから死ねよいただきました。で、なんだっけ。え、なんだっけ。あ、そうか、僕たち、レート1760を目指すんだっけ。ボケるには早いですよ。そりゃこんだけ別の話で盛り上がったら、僕の気持ちは。それってただの言い訳じゃない。何言ってるのかな、エドナちゃん。やめて、今ので鳥肌立ったわ。そこまでか。よし、ここはストレートに行くよ。デスティリアも、ファンタジアくらいストレートなシナリオだったらよかったのに。省略です。お願いします、交代しないでください。よし、いいぞ。本当にこれでいいのかしら。わかりません。これは面白くなってきたぞ。と思うじゃん。はい、有利でもなく、不利でもない、面白い最終決戦じゃないですか。でもその最終決戦とやらも、一瞬で終わるのよね。非奥義とか、最終奥義とかで決めるんじゃなくて。そうですね。とりあえず適当に答えるのやめてもらえるかしら。えへ、ごめん。うざ。さて、語れることは語り尽くしたんだけど、エドナさん。そうね。あ、最近猫ちゃん飼いました。ちっちゃくてちびくて可愛いんすよ。人のセリフに被せないで。ミャフ、ごめん。日本語で喋ろうよ。とりあえず、猫ちゃんの育児に忙しいですん。なになに、親バカにつか。いるわよね。愛猫や愛犬を自慢する親バカはどの国でも。でも写真から見て、かなり小さいですね。大変です。ま、これから長い付き合いになるだろうけど、頑張って親バカしてなさいよ。正直、夜中とか静かに眠ってもらうまでが大変。マジで、超やべえじゃん。一番やばいのは、おトイレのしつけだわよ。愛猫自慢はこの辺にしましょう。省略です。急所来ないでください。お願いします。ま、どうせ急所なんてそうそう当たるものじゃ。一瞬、ドキッとしたでしょ。当たり前じゃないですか。今、左下の動画みたいな感じ。え、嘘でしょ。吐くだけよ。吐くだけ。てことで、サトシさん、いい勝負をありがとうございました。ほぼ関係ない話で盛り上がってたけどね。まだまだ遅れは取らんよ。はい、ということで、本日のテイルズリングメガ進化、いかがだったでしょうか。うん、僕はなかなか新鮮だったんだけどね。というわけでエンディングのお時間がやってまいりました。この時間は、いろいろやるわよ。いろいろじゃないだろ、ちゃんと言いなさい。レート1760を目指せの結果発表と、お便りコーナーという名のコメント開始と、次回予告の時間よ。それじゃまずはレート1760を目指せのコーナー、結果発表。レグレーション更新されて、1500からです。はい、今回残念ながら、1503で上がったわよ。一言多いよな、エドナは。次回は最終回らしいけど、結局1765どころか1600すら到達しなかったわね。なんだかんだでみんな負けてるんだから仕方ないよ。まあ仕方ないわよ。泣いても笑っても次回最終回だもの。寂しいな、まだ半クールしかやってないのに。さて、そんなことは置いておいて、お便りコーナー、という名のコメント開始コーナー、エドナ、読み上げてくれ。しょうがないわね。6月19日現在のコメントを読み上げるわよ。かわいい。やったー、そんな褒めないでくれ。いや、あなたじゃない。ちょっとまとめさせていただくわね。ウボツです。ウボツ、ウボ。いつもありがとうございます。笑いながら泣かないでくださいよ、ミクリオ様。でも、ありがたいんだよ。いつも見てくださってる方がいると、このラジオのやりがいがあるんだよ。ポツ。最後まで見てくださってありがとうございます。それだけ。これ以外にいい返事が思い浮かばなかったんだ。適当にリップサービスでもしておきなさいよ。奥さんの歌いな。テイルズオブファンタジア、なりきりダンジョンクロスの主題歌、ガラスの花を歌っている、奥花子さんだね。すっとるような歌声。いいですよね。私、大好きですよ。ただしゲームのシナリオは、アルベルト殿とシナリオに目をつぶれば、いいゲームなんだから。気になったコメントは以上よ。他にも、質問、普通歌、苦情、その他などは投稿者コメントに記載されてるアドレスでどんどん受け付けてるわよ。ダイレクトメール、ヤフーメールに限り、特に面白かったコメントを送ってくださった方には、素敵な粗品をお送りさせていただくわ。次回最終回だけど、作者の気まぐれで続く可能性もあるんで、お楽しみに。作者は本当に気まぐれですからね。本来、25分くらいあったこの動画も、ご覧の通り短くなってますからね。仕方ない、30分もあると、尺が。ちなみに、次回のテイルズリングメガ進化は、未定です。何よ、未定だったら作者が失踪する可能性があるじゃない。だから作者は気まぐれなんだって。はい、というわけで、本日はここまで、また次回お会いしましょう。本日のお相手は、僕、ミクリオと、エドナちゃんと、アリーシャ担当、死にかけの作者、レンクヤ君でした。それじゃみんな、またね。バイバイ、チャオ。アンニョンスケーゼよ。この番組は、マーテル協会の提供で、お送りさせてもらったぜ、ハニー。もらったぜ。